宮沢賢治と宇宙を担当する谷口です。自然と環境コースに属しておりまして天文学を担当しております。まあ、宮沢賢治は今から100年ぐらい前に活躍した詩人、まあ、童話作家ですね。ただし自然科学にものすごい造詣が深く、天文学と関連する話題も随分作品の中に散りばめられているんですね。宮沢賢治の作品に基づいて天文学の入門の講義番組を作れないかということで、今回宮沢賢治と宇宙という番組を作ることになった次第です。宮沢賢治と宇宙では私を含めて4名の講師の方が担当してくださいます。放送大学の大森です。宮沢賢治と宇宙では第13回と第14回を担当して太陽系の天体の話をします。宮沢賢治が知っていた太陽系、それから宮沢賢治が見ることがなかった太陽系、それらを紹介していきたいと思います。銀河系、天の川銀河とも呼ばれていますが、近くにはマゼラン星雲と呼ばれる小銀河が存在しています。太陽系は銀河系の中心よりも端に位置しています。近づいていきましょう。肉眼でも見える名前のついた恒星が見えてきていますけれども、これからどんどん太陽に近づいていくと、この水色はオールトの雲と呼ばれる彗星などの起源と考えられている領域、そして外側の惑星から土星、木星、それから火星を終えて地球へと近づいてきます。地球には衛星として月がある。そして私たちの地球ですね、生命の住む惑星です。次の講師はこの方です。国立天文台の渡辺です。私は第4回と第5回の講義を担当します。特に第5回ではですね、賢治の代表作であります銀河鉄道の夜、その物語の要となる、星と鉄道についてですね、それにつながる作品についてですねご紹介することで、銀河鉄道の夜がどのように作られていったかが分かるような講義になってますので、ぜひお聞きいただければと思います。冬と銀河ステーションから考えればですね、銀河鉄道の夜の元になった鉄道、つまりモデルになった鉄道は岩手軽便鉄道ではないかと自然に思ってしまうと思います。次の講師はこの方です。私はですね、1回目から3回目までの講義を担当します大島と申します。よろしくお願いします。1回目はですね、まず宮沢賢治の人生を、その特徴的なことをですね捉えていきたいと思います。じゃあ2回目ですが、難解と言われるですね詩集春と修羅に挑みたいと思います。心象スケッチというですねキーワードできますが、それは何なのか。あとは教材としても有名ですが、英傑の朝ですね、妹との別れの作品、これ丁寧にですね読んでいきたいと思います。私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。あらゆる透明な幽霊の複合体、風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながらいかにも確かに灯り続ける、因果交流伝統の一つの青い照明です。光は保ち、その伝統は失われと、ここで何が主張されているか。私というものは現象であるよ、ちょっと難しいですが、もう少し砕いて考えていきましょう。私は有機の交流伝統である。交流伝統ですから、つまり非常に短い時間の中でついたり消えたりする、まあ、蛍光灯のようなものですね、だと仮定するわけなんです。まあ、人間をですね交流伝統に例えたら非常に面白い例えなんですが、考えてみればですね、人間というのも
私もそうですが、いかにも確かに変わらないようなんですが、今も細胞レベルでは死んだり生きたりしているわけですね。続いて私です。私は8回分の講義を担当したんですが、基本的には銀河の性質を説明する、特に銀河の誕生と進化を解説するっていうのが大きな目的になっています。今まで銀河というのは静的なもの、静かなもの、要するに止まっているものっていうイメージが強かったかと思うんですけども、動的なものっていう観点から銀河を見つめ直すっていうことをやっております。つまり常に進化する銀河像っていうのを皆さんに理解していただきたいっていうことですね。これ実際に観測されたデータをもとに我々本来できないんですけど宇宙旅行をしてるんですが、銀河がたくさんあるんですけども、よく見るとやはり群れてるところと銀河が全くなくてスポーンと空いたところ、これボイドって呼ばれるんですけども、そういうなんか多重構造をしているっていうことが分かります。宇宙には大規模な構造があって、銀河は群れている場所とそうでない場所があるっていうことが分かってきたわけです。銀河鉄道の夜はどうもそのファン・ゴッホとも関連があるんじゃないかっていう話が時々されてまして、その話題についても触れてみることにいたしました。結構面白い話なんで楽しんでいただけるんじゃないかと思います。皆さんがこの宮沢賢治と宇宙という講義を聞いてですね、天文学だけじゃなくて天文学と関連のある文学まで含めていろいろ考える機会にしていただければ幸いです。